で、教員をやっています斉藤と言います。よろしくお願いいたします。本日は、ちょっと大変広くて日本経済の現状を捉えるデータ分析というふうな形で書いてあるんですが、最初に奈良県の、経済状況とかっていうのがどうなのか、人口とか含め、どういうふうな話に状況になっているのかと、それと、僕専門がですね、ここに書いてあるように国際貿易理論が、専門でやらせていただいているので、国際経済他の、国と比較した場合にどういうふうになっているのか、あるいは海外の取引がどういうふうになっているのかというのを、データを用いてちょっと簡単にですね、お話しさせていただきたいというふうに思います。それでまず最初にですけど、利用される経済で利用されるデータというのはどういうものがあるのかと、発表されている部分、皆さんご存知かと思うんですが、よく言われるように、四半期ベースで経済成長率、日本の経済成長率がどうなっているかということが、政府により公表されています。あるいは、今ちょうど、日本銀行がインフレ目標とかというのを設定して、物価水準を、引き上げるというふうな話になってますから、そういうのは、消費者物価指数だったり、企業物価指数というものに基本的にはなるかと思います。あるいは政府は人口統計いろいろ出しています。あとは労働統計、世帯統計、企業活動統計のさまざまな統計データとかっていうのを公表しています。その政府により作成される統計の種類というか大雑把なんですけど、第一義統計っていうのと第二義統計というふうな2つがあるんですが、第一義統計っていうのはちゃんとした目的を設定して、政府が集計するというもので、国勢調査とか雇用動向調査とか貯蓄動向調査とか基本的にあります。第二義統計というのは毎日の行政上の基本的には目的で、日常業務で普通にやっていくことの結果として、出てくるようなですから、一般的には業務統計というふうに言われます。こういうのは、人口動態統計だったり貿易統計とかっていうのが、含まれるかと思います。政府統計ですから、いろんなところの各省庁で基本的には集められている。一般的にはこの総務省の統計局というところが一番、大元締めというかで公表しているというふうな形で、それで各省庁でいろんな、経済データというのを、公表されています。それでこれは、総務省の、統計局が作っている、データで、データというかインターネットのホームページで、ここから、各都道府県だったりいろんなデータを、探せたりとか、あとは統計を利用してどういうふうなことができるかとかということ自体も学習の、サイトみたいな形に基本的にはなります。それで、政府が、やるだけではなくて、大学でも基盤整備、社会状況がどういうふうな状況なのかというのを事細かに基本的には見ていく、これから見ていかなくちゃいけないかということで、大学自体が関わって、データ整備とかっていうのを、されていて、それで、有名なところだと、一橋大学とかここにも書いてありますけど、学術研究、高等教育のための公的統計、ミクロデータ利用とかっていう形で、独立行政法人の統計センターと、連携して、いろいろ、サポートしていると、いうふうな形になっています。一橋大学だけではなくて、本当に東大とかいろんなもう大学が関わってやっていらっしゃいます。それで、じゃあ今日は、これからどういうふうな話をするのかというと、奈良県の現状をデータからちょっと見てみましょうということと、あとは、日本の国際経済環境っていうのは、どういうふうになっているのかということで、FTA とか、法人税率、カーセレートとかマネタリーベースとかいうのを見ていて、国内の状況、政策だけでなくて、海外の経済状況だったり政策だったりによって地域の産業構造とかっていうのがだいぶ影響されるんだというふうなことを、お話ししようかなというふうに思っています。それで、まず最初にですけど、奈良県の、状況を見るためにはどこから取ってくるか、先ほどの総務省の統計局 の、 ホームページから取ってくれるんですが、奈良県の、ホームページ上からでも統計化っていうので、こういうふうな形でいろいろデータを、オープンデータを公表しています。それで、まず最初にですけど、奈良県内、県内総生産推移と
というものが、これ、ちょっと見つめるかと思うんですが、横軸が基本的には年度で2001年から、ここだと2010年まで、取っています。で、縦軸のところが、こっちの左側が、県内総生産になります。で、左側が、の値が、県民1人当たりの、県内総生産、基本的にはなってきています。そうすると、見てお分かりかと思うんですが、2001年以降、ちょっと2002年の時若干上がるんですが、それ以降、まあ、右下がりでずっと下がっていって、2009年と、まあ、2008年のリーマンショックのところもそうなんですけど、一気にこう下がって、ちょこっと持ち直しているというふうな、状況になっています。それで、まあ、県内での産業別業種の、その、県内総生産の、まあ、割合を、示しているんですが、2005年から、2011年まで、書いています。それで横軸は、まあ、100% で、それぞれの、産業がどのくらい全体のうちの何割を占めているのかということを、これは示しています。そうしますとですね、一番ですね、見ていただきたいのが、最初は、まあ、2005年くらいだと18あったのが、ずるずるいって、2011年だと、15.3%、3% くらい下がっているのが、ここの緑の部分は、製造業になります。一方で、ここの赤い部分、2005年時点だと 14.9% だったものが、2011年には 17.4%。この赤い部分は、不動産業ですね。あとは、このブルーの部分です。19.3% だったのが 22.7% になっている、サービス業とかっていうのが、逆に拡大しているということになります。これで、3人とかが多いにもかかわらず、まあ、農林水産業とかっていうのは、どこの都道府県でもそうですけど、まあ、すごい、占める割合がとてつもなくちっちゃいというふうな状況になっています。それで、まあ、よく、言われるんですが、製造業の、まあ、どこの、地域もそうかと思うんですけど、製造業の割合が低下しているということ自体で、製造業で働ける人が、まあ、少なくなるんじゃないかと。で、一方で、それは、まあ、行政の側からすると、そういうふうな形で人がどんどん減っていくこと自体は問題でしょう。であれば、製造業を大きく、するような政策をしなければならないんじゃないか。あるいは、果たして本当に製造業の割合が低下すること自体が問題なのかどうなのかということをちょっと、考えてみましょう。で、先ほどのデータからして、まあ、解釈として、じゃあどういうことが言えるのか。で、製造業が縮小してサービス産業が拡大しているのはじゃあなんでなのか。サービス産業の割合が、まあ、拡大しているんだから、それが原因となって製造業の割合が縮小しているのか。あるいは、製造業の逆にですね、割合が縮小していって、サービス産業の割合が逆に拡大しているのか。で、どうなんでしょう。だけど、外的な環境の変化、貿易環境だったり政策だったり、で、製造業が縮小して、製造業で雇用が減少している。だから、サービス産業がその受け皿となっているために、サービス産業が、拡大しているんじゃないか。で、サービス産業の需要拡大によって、基本的には雇用増えているんじゃないか。というふうにも考えられます。ですが、結局のところは、これは基本的には割合ですので、ただ単に製造業の割合として、減っていて、サービス産業の方の割合が全体としては拡大しているということで、だけで、基本的には、製造業が縮小しちゃってて、雇用が少なくなっちゃって、そこで吸収する雇用が少なくなってるから、サービス業にただ単に移動したってことも言えないし、サービス産業が拡大してるから逆に製造業から人が流れてるとも言えないし。ですから、そこのところは、データを見るときには、まあ、注意していただきたいと。いうことです。何が因果関係かっていうのはまた別の話で他のところでいろいろ考えないといけないということをちょっと理解していただきたいなというふうに思います。それでじゃあ、労働のことなんですが、奈良県の労働どういうふうになっているかと言いますと、一番左側の棒グラフのところが労働力人口、まあ、一般的には15歳から65歳未満の、まあ、労働者の人数を基本的には取っています。それで、次が完全失業者数で、第一産業就業者と第二産業就業者と第三産業就業者に基本的にあります。そうしますと、労働力人口は、これが一番青い部分が2000年で、赤い部分が2005年で、緑の部分が2010年。
そうしますと、まあ、見てお分かりになるかと思いますが、労働力人口は減っていってると、全体として。で、一方で、完全失業者数っていうのは若干増えていると。で、第一産業、産業の就業者数は減っていて、第二産業者数も、まあ、減っていると。で、一方で、第三産業はちょっと一時上がったけど、また下がっているというふうな状況に基本的にはなっています。産業分類も、まあ、ここに書いてある通りです。それで、まあ、基本的には奈良県で総労働力の人口が減っていると。で、一方で、じゃあ、日本全国で考えた場合はどうなるかと言いますと、日本全体で考えた場合もやはり減っているという状況が、書いてありまして、これは、2020年はなってます。なってないですから、基本的には推計の人口になります。それで、死亡の、死亡率の過程をですね、注意、ある程度、まあ、真ん中ぐらい、そんなに高くもないし、低くもないような状況の注意の過程のもとで、書いてあるのが、この、データになります。出生率が基本的には低位、出生率が中位、出生率が高位の推計で書かれているんですが、まあ、お分かりになるかと思いますが、基本的にはどの推計結果も基本的には人口が減っていくというふうな推計になっています。これで一番悪い出生が低位の推計ですと、今2010年だと、あ、すみません、これ単位が違います。817355だったものが560556にまで、まあ、減ってしまうというような状況になっています。それで一方で、じゃあ奈良県はどうなるかといいますと、出生注意で死亡注意の過程のもとで、出されている推計結果というのがここに書かれていて、15歳から64歳、人口の割合というのが今現時点、まあ、2010年時点では 63% だったものが、2030年には 56% まで、まあ、低下するだろうというふうな推計になっています。ですから、まあ、今の現状のままいくと、基本的には労働人口とかっていうのは減っていて、一方で、まあ、高齢者、65歳以上の、年齢の方たちっていうのの割合がどん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 高まっていくんだというふうな基本的には状況になっています。ですから、今現時点ではだいたい高齢化率とかっていうのは約 25%、まあ、25%、総人口に占める、まあ、65歳以上の人口の割合です。で、まあ、労働力人口が減少していっている。で、国の債務は、今、現在で、まあ、1000兆円を超えるような債務残高を抱えていると。で、普通に考えたら働く人が減っていって毎年大体赤字を出していて、毎年社会保障費が1兆円今現時点で増えていっている状況で、この先は普通に考えて何か明るい未来を待っているんでしょうかということをちょこっと考えてみましょうということで、政府はいろいろ、まあ、あの政策とかっていうので女性の社会進出を、まあ、あの広げるような、状況を作りましょうというふうにして、今安倍総理とかっていうのは一生懸命やってるかと思いますが、それで、まあ、あるいは60歳以上の雇用継続とかっていうのを、企業に義務付けるような形の、法制度っていうのを整えましょう。で、出生率の向上をするために、いろいろ子育ての環境とかっていうのを整えましょう。あるいはちょっとこれは、外国人労働、まあいろいろあると思いますが、外国人労働者の受け入れの緩和とかっていうのを今後考えていかなくちゃいけないんじゃないかということで、ちょっと僕も今日お話しするのでいろいろ迷ったんですが、今ちょうど、ですね、産業連環表、産業連環分析があるんですけど、その産業連環表分析を用いて外国人労働者が毎年、例えばですけど20万人ぐらい受け入れるような状況になった場合に、それぞれ雇用だったりとか、GDP 国内総生産にどのくらいの影響があるのかっていう定量分析とかっていうのを今ちょっとやっています。それで、まあ、一応紹介なんですが、そういうふうな、ことを、まあ、これ今後いろんな意味で、考えていかなくちゃいけないんだろう。で、まあ、一般的に外国人労働者を受け入れていろいろ文化的な問題とかって、まあ、犯罪の問題とかいろいろあるかと思うんですが、経済系の方では労働生産性の低い産業で基本的には、非熟練労働者とかっていうのを受け入れてしまうと、雇用される。そうすると産業構造が本来であれば高度化していって変化していくのが基本的にはいいかと思うんですが、そういうふうな状況を基本的には外国人労働者を受け入れることで遅らせるんじゃないかということが一般的に言われているんですが、いろいろ僕は労働の専門ではないので、
ごめんないですが、労働経済学の方で専門で実証研究されている方たちは、一般的にはそういうふうなことは因果関係があるかというと、必ずしもそういうことは言えないというふうなことが、一般的に言われています。で、一応ここまでで奈良の現状の話は終わりにしまして、今度は日本が直面するような貿易環境とかっていうのが、じゃあ今どういうふうになっているのかというふうなお話を、ちょっとしたいと思います。で、順番としては LTA と、競争と協調と書いてあるんですけど、法人税率とか為替レートとか金融緩和、国際収支、新興国の台頭とか投資とかいうことを含めて少しお話ししたいと思います。皆さんもご存知かと思いますが、一般に FTA、自由貿易協定、フリートレードアグリーメントとかいうふうに言われるものは、一般に関税なしで財サービスを輸出できるような、枠組みです。で、2012年の1月現在で世界全体で、319の、自由貿易協定とかっていうのが発行されています。で、日本は競争相手国と比べて大きな貿易相手国との FTA が、現時点ではまだ少ない。ですから、今ちょうど EU の、フランスのなんかで、ちょっと忘れちゃいましたけど、人が基本的に日経新聞とかになんかいろいろ投稿されてましたけど、EU もそうですし、いろいろ、やっていられる。で、一方で台湾とかっていうのは中国と両岸経済協力協、枠組み協定とかに、調印をして、いると。で、韓国は EU にも呼ばず、アメリカだったり EU とかと、自由貿易協定を結んでいるというふうな状況。で、日本の企業は、一般的には関税のかからない国で、生産協定を持つ、そういうふうな状況であれば、インセンティブが生じるんじゃないかと。そうすると、日本の国内に作るんではなくて、海外で製造する方が、いろんな意味で関税がかからないで、そっちの方がいいんじゃないか。そうすると、産業構造、日本自体の産業構造とかっていうのが、いろんな意味で転換してしまうんじゃないか。で、米韓 FTA があるので、北米産の自動車を韓国輸出するとかっていうふうな話とかっていうのも聞いています。で、一方で、法人税率の方ですが、企業の利益に対する税率のことを一般的に法人税率ですが、皆さんご存知かと思いますが、日本は他の諸外国に比べて法人税率とかっていうのは非常に高い。で、台湾とかっていうのは法人税率を約 25% だったものを 17% まで引き下げるというふうな政策の変更とかっていうのがあります。それで、こういうふうな世界各国で法人税率をこうどんどん引き下げるような状況っていうのは、このマシンの一般的にはそういうのを、税率引き下げ競争とかっていうふうに言われています。で、The Race to the Bottom って書いてあるんですけど、本当は、WTO 上原則法、原則違反で、基本的には報復関税の対象になって、そういうふうな国から輸入されるものに対して、報復的に関税をかけてもいいんですが、実際のところはそういうふうにはなっていません。で、日本の大企業っていうのは国内生産を、海外または本社機能と別の国へ、動かすようなインセンティブになってくるんじゃないか。で、ついこの間も、アップルが、租税回避を行っているとかっていうふうなことがニュースになってましたけど、タックスヘイブン、租税回避地に、本社機能とかっていうのを移動してしまって、税金を納めないというようなことも、基本的には問題ない。で、これが各国の法人税率の水準ですが、日本とかっていうのが、大体 37%、30% 以上っていうのは、オーストラリアだったり、スペインだったり、アメリカとか。それ以外の、国に関しては、OECD の、国々なんですけど、20% 台が大体、平均的なのかな。一番アイルランドが、12.5% とですもなく、低いというふうな状況になっています。ちょっと、東南アジア諸国に関しては書いてありませんけど、大体東南アジア諸国も大体 20% いかないぐらいです。で、韓国は大体 24% ぐらいというふうな状況になっていて、他の諸外国と比べると、低いと。高いと。それで、一般的に OECD でも、各国間で法人税率引き下げ競争が生じることへの警鐘とかっていうので、そういうふうなことは基本的には各国が、マイナス負の、状況を抱え込むことになるので、そういう状況は、好ましくないというふうなことを言っています。で、法人税を引き下げると、海外から投資を増やすという
ていうのは、やっぱり東南アジア諸国であれば、いろんな先進国からの投資を誘致したいがために、いろんな形で、税を引き上げる、まあ、特にミャンマーとかっていうのは、いろんな形で今、ちょうど、海外投資を、まあ、誘致するために税率の緩和とかっていうのをしています。まあ、そういうと、途上国の場合であれば、雇用の 拡大だったり、まあ技術の伝播だったりとかっていうのがありますから、そういうので、まあ、法人税率を引き下げると。それで、まあ、一般的には引き下げ競争に若干なっているというような状況になります。ですが、まあ、そういうふうな状況になってしまいますと、一般的にはそこから税金を取ってこられなくなりますから、他の税収とかっていうのを拡大させなくちゃいけない。で、一方で、消費税率を引き上げたりとか、まあ、日本ですと外定標準課税を導入した方が、まあ、法人税率を引き下げて、外定標準課税を、導入した方がいいんじゃないかというふうな、まあ、議論、基本的にはなっています。一応ここに、タイとかインドネシアでどういうふうな形で、法人税を、減免するかと。というふうな、まあ、例として、まあ、書いてあります。タイはエコカー生産の場合ですと、法人税は8年間免除するとか、インドネシアだと、先進産業に1兆ルピア以上の投資を行う企業に、最短5年、最長10年、法人税を免除するというふうな、まあ、基本的には形になっています。そうすると、まあ、経済学ですと、一般的には、そういうふうな、非協力的にお互いに法人税とかっていうのを引き下げ合ってしまうと、本来であれば協調をして法人税率を高い水準に維持した方が両国にとってもいいのかもしれないけど、お互いに非協力的に、自分のことだけ考えて、税率を引き下げるというふうな形で競争してしまうと、まあ、あんまり好ましくない、あんまりじゃなくて好ましくないような状況に陥ってしまうというようなことが一般的には言われています。それで、まあ、ですが、なんといっても、最近では多国籍企業の、ように、まあ、様々な国に工場を持って生産活動しているような企業には、そもそも課税すること自体が困難だから、別の代替的な税とかっていうのを拡大させて、いく方法を考えていかないと、今後はいけないのかな、というふうなことが一般的には言われています。ですが、僕自身の、まあ、個人的な感想から言うと、基本的には法人税は、ある程度強調して、ある程度一定水準に、維持していかないと、まあ、まずいのかなというふうな気がします。それで次に、まあ、為替で、現在長期化した円高から円安の状態で、まあ、推移をしていると。で、円安っていうのは一般的には輸出企業は収入が増える。で、相対的に日本の生産は低コストになって、まあ、輸出企業は国内生産にシフトするじゃないかですが、マイナス面もあって、輸入企業というのは海外から高い価格で輸入をしないといけない、あるいは、原油などエネルギーの関連コストが、まあ、上昇してしまって、余計生産コストというのが上昇してしまうというふうな負の部分もあるということがあります。それで、これはちょっと、インターネットから取ってきた、グラフなんですが、ちょっと2012年までしか書いてありませんけど、まあ、これ、市は上の方は円ドルのレートの水準が基本的には書いてあって、ブルーの方がユーロで、対ユーロで、黒の部分、対ドルです。それで、下の方はもうちょっと長い、1973年から2012年まで、円ドルのレートがずっと書いてありますけど、まあ、一番、大きかったなと思うのが、この85年のプラザ合意、この協調合意の時に、ドル高を是正するために基本的には、まあ、皆さんご存知かと思いますけど、協調介入をするという形で、ドル安の方向にどん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 進行していったということがあります。それでそれ以降ずっと来たんですが、2008年のリーマンショック以降、アメリカ FRB の、金融緩和と、まあまあ、緩和をしていくような状況のもとで日銀が、まあ、基本的には同じスタンスで、あまり異なった、政策とかっていうのをしなかったがためにどん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 円高の方に進んでいったという傾向が基本的にはあります。で、まあ、中央銀行の金融緩和、まあ、ずっと今、黒田総裁になってから金融緩和をずっと行っていますけど、一般的には貨幣供給量を増やすってことは貨幣価値の、まあ、下落だですから、市場にばらまかれるというか、まあ、出回っている、日本の円が多くなれば多くなるほど、それだけ貨幣の価値は下落していくでしょう。
で、その貨幣の為替レートっていうのは、一般的には対、外国為替と比べたときには下落していく。ですから、一般的には円安の方向に動くと。で、欧州中央銀行も、FRB もいきなり失業率上昇、まあ、景気後退から金融緩和によって、まあ、景気刺激をするために、金融緩和をどんどん行ったと。で、2008年以降はずっと円高が推移していた。で、金融緩和により、自国通貨の価値を下げることで、まあ、輸出企業に基本的には有利に働いたんじゃないか。で、こういうふうな状況というのは一般的には、金融緩和競争というふうに言われています。で、まあ、果たしてこういうふうな状況とかっていうのは好ましいのでしょうかということで、これは、日本とアメリカだけなんですけど、日銀の、やつと、アメリカ、あ、こっちですね、アメリカのが書いてありまして、2007年を 100%、にしまして、これは、マネタリーベースの、グラフになっています。ですから、2007年1月時点のマネタリーベース、FRB が出しているマネタリーベースと、日銀が出しているマネタリーベースの値を 100% としたときに、それから、年限、どのくらい増えているかっていうのをずっと推移として、書いてあります。そうしますと、2008年の、9月、11月ぐらいの時から金融緩和を行いましたんで、なんでしょう、あのマネタリーベースがアメリカの方で一気に拡大した。そうすると、ちょうどこちら側の、右側に円ドルレートが書いてありますけど、一気に円高の方向にどんどん進んでいったと。それで、ずっと持続的にアメリカは金融緩和を、まあ、引き上げて、だと同時に、まあ、どん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 、円安、円高の方向にずっと動いていく。これで2013年に入ってから、黒田総裁に代わって金、日銀は金融緩和を行いますというふうな、状況になっていったとともに、どん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 、円安の方向に、まあ、動いていったということがこのグラフからある程度分かったと思います。それで、まあ、そういうふうな状況になっているんですが、一方で、海外の取引とかっていうのは、じゃあどういうふうになっているのかっていうと、一般的にこの、書いてある、クローザーの国際収支発展段階説っていうのがありまして、国際収支の状況によって6つの段階に基本的には分かれるでしょう。で、日本は今どういう状況になっているかっていうと、今未成熟な債権国だったものが、成熟した債権国に、基本的には変わろうとしている。今現状では経常収支は黒字なんですが、貿易サービス収支は赤字で、所得収支の黒字が基本的には経常収支の黒字を補っているような、あ、すいません、貿易サービス収支の赤字を補っているような状況に今、変わってきていると。で、一方でアメリカとかっていうのは国際収支はずっと赤字、経常収支はずっと赤字ですから、一般的には債権を取り崩しているような国になっているのかなというふうに思います。これでこれが日本の国際収支の推移とかって書いてあるんですが、一般的には国際収支というのは経常収支と大雑把に資本収支の2つに分かれます。で、経常収支と資本収支を、まあ、大雑把に言うと足し合わせると基本的には複式簿記で、記載するので、基本的には足し合わせてゼロになります。ですから、経常収支が黒字であれば、資本収支は基本的には赤字になっている。というふうな状況に基本的にはなります。で、日本はずっと経常収支がずっと過去ずっと何十年も、黒字でずっと推移していく。で、東日本大震災以降、貿易サービス収支がずっと赤字に転落していって、今は、まあ、赤字で、まあ、推移しているような状況にあると、まあ、若干黒字になる場合もありますけど、そういうふうな状況で、逆に所得収支とかっていうのは過去から比べるとどん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 、増えていくというふうな状況になります。それで、これが対外純資産残高なんですが、これは、基本的には毎年毎年の国際収支表で見ていただくと分かると思うんですけど、資本収支と、あ、すみません、経常収支と資本収支のこの差額分、差額分というか足し合わせた部分ですけど、この資本収支がマイナスになっているということは、あ、経常収支が黒字ということは、基本的には海外にお金を貸し出していると。いうふうに思っていただいて結構です。ですから、毎年毎年お金を海外に貸し出しているのが、どん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 積み上がってきて、海外の資産を増やしていっているんだということになります。ですから、このブルーのラインのところでずっと一貫して、対外資産とかっていうのは右上がりでずっと増えていると
で、一方で、まあ、負債っていうのは海外からお金を借り入れてくる。で、この差額分が基本的には対外純資産だと。そうしますと、まあ、大体今現時点では純資産は大体300兆円くらいです。で、これは日本は300兆円くらいですけど、他の諸外国から比べても日本とかっていうのは対外純資産残高が基本的に世界一位で、海外資産をたくさん持っているような基本的な国になっています。それで一方で、海外の新興国の台頭っていうのがあります。まあ、一般的には他の国々が同じような状況で日本だけが変わっていくような状況ではなくて、他の国々も普通に考えたらある程度いい生活をするためにはいろいろ経済成長していかなくちゃいけないということで、どん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 新興国とかっていうのが、経済成長してきていると。そうしますと、そういうところでの、たくさんいろんな企業とかっていうのがどん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 出てきますから、そうすると国際競争とかっていうのがどんどん激化していくと普通に考えて、であれば、まあ、日本企業とかっていうのは同じ位置で同じような状況を、やって、同じ生産活動をしてたとしても、相対的に普通に考えたら外側が、頑張ってというか、どん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 成長していくんであれば、全く成長してないような状況であれば相対的に低下していくでしょう。で、一般的には生産とかっていうのがそれに応じて、まあ、低下していくんじゃないか。で、一方で、新興国の所得上昇だったり中間層の拡大とかっていうのは高付加価値製品の販売増大につながるでしょう。ですから、そういう販売をしている企業とかっていうのは逆に、売上とかっていうのをどんどん伸ばす可能性とかっていうのもあるでしょう。で、一方で、資源、食料の需給の逼迫っていうのも基本的にはありますから、日本は先ほど言いましたように人口が減っていっていっても、他の諸外国、アフリカだったり東南アジア諸国とかっていうのは、人口が、まあ、まだ増えているような状況ですから、資源、食料の需給とかっていうのはどんどん逼迫しているでしょう。そうすると、まあ、資源、食料価格っていうのは今後もずっと上昇していくんじゃないかと。であれば、日本でも資源、食料の採算の可能性とかっていうのが、まあ、基本的には出てくる可能性とかっていうのがあるんではないかということが、まあ、ごめんなさい、考えられます。それで、ちょっともう時間がないので、ちょっと投資のところは飛ばさせていただいて、それで、あ、そうですね、ちょっとだけ投資。投資の方は、基本的には、まあ、見てお分かりいただけると思いますけど、90年代、バブルが弾けて以降ですけど、基本的には、海外投資とかっていうのをどん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 増やしていっています。まあ、特に中国とかアジアとかっていうのは、まあ、リーマンショック以降はどん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 増えているような状況になっています。それで、まあ、2015年に、来年度ですけど、ASEAN 共同体が、まあ、経済統合します。で、ASEAN 諸国の域内での経済活動が基本的には活発化するでしょう。であれば、魅力ある市場ですから、日本企業による投資とかっていうのは、今後も東南アジアで続いていくんではないかと。で、一方で垂直的な産業構造に依拠しているような地域産業とかっていうのは、相対的に悪化していくような状況にある。であれば、もし、できることならば、そういった地域産業とか、地域製造業とかっていうのも、海外に出ていって、海外で生産活動を行うということを考えていかなくちゃいけないんじゃないか。で、一方で、しかしながら、中小企業でも海外に進出することで、新規需要の掘り起こしから国内生産が上昇するというプラス面も基本的にはあるんです。ということがあります。それで、最後にですが、まあ、国の対外政策により国内の地域、それぞれの産業構造も基本的には影響を受けると。また、国内政策も産業構造に影響を与えて、企業行動にも影響を与えることで、外国にも影響を与えると。ですから、相互に基本的にはインタラクション、相互依存関係があって、一国で自分たちにいいと思ってやった政策とかっていうのが、結局のところはあまりそうではなかったというふうなことも、まあまああります。国際環境も、まあ、他国の変化によって、国内産業構造も、まあ、影響を受けるでしょう。お互いに相互依存関係にある世界で、まあ、現状と同じ構造により、まあ、現状は維持できない。であれば、外部環境も変化しているような状況なんだから、まあ、変化に適応していくような姿勢とか、まあ、これは、なんでしょう、日本だけの問題ではなくて、個人の問題としても、ある程度そういうふうにして、適応していくような姿勢とかっていうのが、必要なんじゃないかということを、最近よく、特にですけど、今ちょうど大学が変わろうとしているところなので、いろいろ、まあ、思うところがあります。以上です。終わりにさせて